はい、やりますよ。エントリーしてくださいね。
あ、KOF は来週ですね。来週金土日と、大山ニュートンは KOF 大会ですね。さあ、じゃあ本日はですね、今14人なんですけど、どういう形式でやるかですね。14だと割れるのがね、半分に割るか7で割るかしかない。配信台はバイパーさんのガイルとエクスパーさんの竜ですね。さあどうしようかな。14人、ランダム2音、ランダム2音2っていうリクエスト来てます。大丈夫ですか皆さん。それで いいですね。うん、じゃあ今日はランダム2音2、完全ランダムなので、ね、バランス配分とか一切考えません。じゃあちょっと抽選やっていきます。
Cyclone! 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 Cyclone!
はい、じゃあ、抽選でチームと組み合わせの方決まりましたんで、じゃあそろそろやりますね。じゃあ一応今日2オン2ですね。でキャラは今日は固定にしましょう。1キャラ。はい、じゃあちょっとチームの方だけ行っておきましょうか。1チーム目がですね、バイパーさんとトモさんというねかなり危険なチーム。2チーム目が中島さんとタコ様ですね。で3チーム目、杉さんとハゲ。4チーム目が、金子さんとニアさん。で5チーム目、山本さんと友田さん。はい、6チーム目がエクスパーさんとお茶丸くんですね。で7チーム目が破天荒さんと固定。まあ今日はこんな感じになりました。破天荒さんと固定チームは1回戦がシードですね。今日7チームなので、まあ今日トーナメントで7チーム1つシードありという感じですね。じゃあ配信台の方は終わりでいいですかね。はい、じゃあね、1回戦バイパー友チーム対中島タコ様チームやりますんで、じゃあじゃんけんで、まあ、コンパネ選択権か後出し権かを勝った方を選んでください。はい、じゃあ第1試合やりましょう。はい、バイパー友チーム対中島タコ様チームです。あと参加費ねお願いしますね、まだの方。じゃんけんで勝った方が、コンパネ選択権か後出し権かを選べるという形ですね。あ、はい、これで、8、じゃあニアさん100円お願いしますね。あ、じゃあじゃんけんの方は、じゃんけん勝った方がコンパネ選択か後出し券かを選べます。ルーザーズなしです。まあ
まあこんな日もいやそんな、いや新谷さんがめんどくさがるだろうなと思ってすぐ終わるようにあ、決まりました。じゃあ先出しの方、先出し、じゃあはい 2P タコ様、 1P トモさんが座りましたね。あさあまずはね、トモ流対タコ様ザンギという、まあ流ザンギなのでね、結構いい勝負。あしかし試合はトモさんの方がだいぶリードしている。あ寄れない、中足ねじ込んでいく。あ、ファイヤーダウンするのずるいっすね。あーっと近寄ったんですけどね。あ、なんとかね一回投げたいですね。投げか台足かでちょっと降下したいですね。ザンギは一回、あー入って置き攻めできる。もう一回ここで、あちょっと様子見たんですが、起き上がり最速のシャロンイチューパン。あー対空タッチダイパン、上は通さない。さあ 2P2 人目がね、中島さんのガイルですね。 X ガイル、まあこれまたね竜ガイルっていう高カードですね。ここまでリードが開くとこの組み合わせなかなかね。あでも竜の方がまだ逆転はしやすいですかね、真空あるし。真空から中ボス、もう時間もなかったですね。あ今度はリードしたのがトモ流。うまい、対空うまいっすね。空振り入ったが真空、フルヒットしてしまう。まあ竜はこれがありますからね。投げた、中ボス、お、とにかくねこの組み合わせはとにかく体力リードしていたいという。ガイル側はやっぱ真空ないうちに倒せればいい。おおダブル貯めていた、飛びに対してダブルを貯めたまま受けるという
やりますね。まあ、ワンピー2人目のバイパーさんのホーク、対空処理、飛びを許さないこのガイル。あ、コンドルが当たって画面端付近まで来ましたけど、ここからですね、うん、お、ダイヤシー、怖いですね、ここ。あー、俺たち。ジャンプダイパーうまいですね。回す。これガイルきつい。あ、ゲージも変わっている。でもね、やっぱホークはこっからが、お、あ、まだある、まだある、うわー、バックジャンプ待機。さあ、ということでね、勝ったのは中島タコ様チーム。じゃあ次ですね、スギーハゲチーム対カネコニアチームですね。
はい、ワンピー側がね、ニーヤさんの本田、ツーピーが杉さんのがいるっすね。いや、ニーヤさんの本田か。何で言ったらいいんだろうな。ホンダ、ホンダにはホンダ。あ、鬼むっそさあ、ガイルということでホンダにぶつけはしたんですが、なんかテクイコンボが入って、投げていく、ある、まだある、まだある。あーちゃ、勝ったのは金子ニアチーム。はい、じゃあ次は山本友達チーム対エクスパーお茶丸チームですね。さあ、じゃんけんお願いします。
はい、じゃんけん勝った方がコンパネ選択か後出しかを選べます。はい、C の方ですね。 C、 さあ 1P がエクスパーの竜ですね。 2P が山本チュンリー。お互いね、スパコンが強いんで結構どっからでも逆転ありますね。あ、これはガードする。お、なんか対空うまいぞ。あ、飛んで投げて踏んで投げられて、時間が竜巻で反対側。あっと、な、謎の前飛び、危ない危ない危ない。オーラパンチ打たれたら今負けていたという場面。さあ体力全然動いてないけど、もうねゲージが、あーっ、うわ、減りすぎでしょこれ。前列一発で7割減ったぞ。さあさすがにこれは山本チュンリー取っていく。さあ前列バカ減りして1ラウンド負けた後の前列やばいっすね。さあまたしても体力が全然動いてないけどゲージが、昇竜めくり竜巻ガードする。これはつながっていない、ガード。さあ垂直ジャンプ結構機能してますね。投げて、さあ垂直ジャンプがうまく噛み合っている。真空もガードして、これで結構もう一安心といったところか。時間もない、投げるが中ゴスゼロ、あー届かない。いやでも惜しかったですね。ありましたね今ね。さあ2人目お茶丸くんのホンダ、ホンダでいいんですか。相手チュンリーですよ。あ、ホンダこのクラゲ打たれてるだけできつい。クラゲ、このクラゲをどうするかですね。ホンダは、あー大空戦列当たる、運が悪かったのか。投げて遠ざかる。さあなぜか前飛び、これ投げられて、でまたね距離が離れたのでつながらない。攪拌どうする。ゴリゴリ行くが、まあ寸裂削りでも死んでましたね。はい、ということで山本友田チーム勝利。はい、じゃあ
準決勝、あ、中島タコ様チーム対金子ニアチーム、さあ ガイルホンダ対ガイルザンギ、これ最初にザンギにホンダをぶつけられると結構厳しいですよね。スイッチ同時もね、やるってる時はある。あ、そうなの。めんどくさい。確かにね。スイッチとか YouTube とかログインいらないもんね。ニコニコ不便だよ。さあ先出しはどっちですか。おおおおまさかのまさかの先方がいる対決。あ、 1P 側が金子がいる、 2P 側が中島がいる、まあ、ガイル使いの意地がぶつかる戦いですかね。いや、ガイルガイルはさあ、お、投げてほぼ五分ですかね今。あ、でもリードしてるのは金子ガイルか。うわ、ソニック被弾、あ、打ち取っていく。スタブの投げた、歩きますね。あ、金子ガイルまず1本、まずはソニックの打ち合い、お前はちゃんと溜めれてるのかっていうのをね、こう試される。さあ、またしても金子ガイルが言う体力リード。さあ、金子ガイル終始リード保っている。あ、打ち、さあ、まあ打っていく、ガードして投げて、さあ、まあ打っていく、これは苦しい。さあ、さあ、ガイルガイル勝ったのは金子ガイルということで、 2P 残りはタコ様ザンギのみ。ザンギでガイルとホンダを倒さなきゃいけない。さあ、ザンギで、ザンギでガイルとホンダ、相当相性悪い2キャラがよりによって残っているという。さあ、タコ様、ここは見せ場ですよ、見せ場。このね、フリキャラを2体ほふっていくタコ様が見てみたい。さあ、1ラウンド目何も起こらない。対空様、さあ
まあまだね、まだまだ分かりませんよ。さあまだまだまだあります。まだまだ全然あります。お、あるか、お、お見合い。さあただ一度のチャンスを逃してしまったか。あさあ、なぜか金子さん、味方である新谷さんから叩かれるという批判、味方に批判されるというはい、じゃあ次、山本友達チーム対破天荒固定チーム。さあ先出しは 2P 側の方かな。山本チュンリーで 1P は小手サガト。いやーしかしチュンリー苦しい相手ですね。これ皇帝勝てばかなりでかいですね。タイガーで伸びた手をね踏んづけられていく。確かにあれ踏まなくて普通に飛び込みからのコンボで さあ負けた相手をうまいと褒めている場合ではない。まあキャラ相性的にもねこれはチュンリー勝っておきたい。あ、タイガーとクラゲ。あーゲージがたま、あーっと即発射。さもう一回貯める気か。あー飛んでしまった。ここは皇帝待っていた。皇帝対空はねちゃんと出ますからね。さあ時間が、はい、あー皇帝サガット勝利。これは結構美味しいんじゃないですか。さあ 2P2 人目が友ザベガ。これをなんとかね2人がかりで倒していただいて。あーピヨって3段早い。やっぱ X サガットはきついですか。ベガはあ全然きついけど全然いけなくはないと。ということで、あたまっちゃうともうダメっすね。ナイトメア溜まる前になんとかしないといけない。溜まっちゃうともう弾打てないですね。さあ 1P 大将破天荒流。波動。さあ入れ替わった。これはじゃあ距離を離す。
あ、引っかかってしまう。置き攻め、ガード下が投げていく。あ、どう？そう、ダブルに結構警戒してますかね。お、つながる。投げて、ピオル。パーフェクト。あ、これはどうなる。あ、この画面端を背負っていくのは結構有効に機能してますかね。で、ここですね、この波動波動。あー、ピヨって3段で0度、あー、昇竜。さあ、天候竜勝利。これはでかい。さあ、じゃあ、決勝っすね、決勝戦。三決やります。じゃあ三決からやりますか。じゃあ、まあ、じゃあポイント的にはね、2位、3位、4位変わんないんですけど、まあまだ時間あるということで3位決めときますか。はい、じゃあ中島タコ様チームと山本友田チーム、三決やらねえのかこらっていうに今お叱りを受けたんで。三決です。さあ、3位決定戦 2P には山本さんが座っている。 1P 中島さんが行きましたね。まあタコ様はね、さすがにザンギでチュンリーに突っ込んでいくのは、あ、山本さんなら大丈夫。お、強気ですね。タコ様、山本さんならいけると。あー、裏剣ピヨって3段入って虫の息。あー、まあでもチュンリーもこれガイル戦は結構やってないと難しそうですね。ただチュンリー使えば楽にいけるみたいな、そんな感じではないですよね。全然ちゃんとガイル戦が分かってないと、いかにチュンリーといえど。投げる戦列から強引に投げた。あ、画面足を押し込む押し込む。投げて、この投げが減るので、あれ、あー、さすがにね、あれもう今何してもダメかな。スピバーなら抜けたのかな。さあ 2P 友ザベが、あ、後ろに 1P 側、後ろにはタコ様が控えてる。ジャンプダイパン強いですね。
わあ、相打ちでね、ソニックを蹴っていく。わあ、飛びがモロに入っちゃいましたね。アッパーを一方的に潰していく。おお、シャガダイタイク、うまい。相手の飛びが高いと見るや、空中ヒット、台形で蹴っていく。さあ来ましたね、タコ様。まあタコ様ここで勝てば、まあ一応見せ場は作ったということで。さあザンギー、ベガー、まあ基本的にはベガー有利でしょうけど、一回ね掴んでしまえば。お、タコ様、置き攻めはガードする。もう一回、もう一回、おお、リバーサーダブラリ出るぞ。ダメ出し、さあタコ様が1ラウンド先に取っていく。置き攻め通ってピヨって終わり。2ラウンド目はあっという間に友田さんが取っていく。さあベガは飛び、空、ジャンプのね空中判定になるまでが早いということで。さあただしね、無敵技、ゲージないと無敵技がないので。あー、タコ様勝利。さあじゃあ3位は中島タコ様チームですね。はい、じゃあ決勝戦、金子ニーヤチーム対破天荒皇帝チーム。1P は皇帝が座っている。そこにニーヤさんが襲いかかる。さあ X サガット対 X ホンダ、これはまあどうなんでしょうね、5分ぐらい。まあどっちもありますね、これは。さあ対空しっかり。こうなると、さあ投げて大一をはめ、あーピオル。さあニーヤーはめが炸裂。可愛がりってやつですね。可愛がっていく。どうもこんばんは、山本です。これね、やっぱ球結構慎重に打たないと。そうですね、下だと抜けちゃうんで。下は頭突きで抜けられるし。そう、潰す。あれね、鬼無双は無敵がほとんどない。投げる、歩いて投げる。さあ、対空、台足、上、下、上、上、下。おっと、さあ皇帝なんとか生き延びた。最終ラウンド、距離を取って上、上、下、下、上、
とにかくタイガーのね暗い判定がでかい。あっ引き寄ってしまう。さもうこれはでかいぞ。そうっすね、ニーヤーさん、ニーヤーさん、ちょっとでも鬼武士の層を出してるところを見るとなんかあれっすね、慎重にいってなかった、慎重にいってなかった早めに出してましたからね、結構本気を出していなかった。そうですね、できることを言えばマイク持つくらいに持たせてもらってさあ、パネッコガイルですね。これどうなんだろうな、この組み合わせ全く分かんないですね。お、5ぐらい、ちょっとサラットが未知数なんですよね、結構使ってる人少ないんで。X 少ないからな。あでもガイルっていうキャラ自体がそもそもあれですよね、相当なキャラクターで勝ってるみたいなのがないはず。考えると僕ぐらいに。これはさっきも見た皇帝がノリノリ、まずいですね。だいぶ大きな大会でもね活躍しましたからね。あー投げる、あとちょっと手高いですからね。高いからね、打点が、うん、打点が高くなりやすいね。さあ今度は金子ガイルのペース。あんなあんな遠くでもね手を殴られるという腕の先端まで暗い判定たっぷりありますからね。でもなんじゃないですかね、お手差は多分ガイル戦得意な感じ。あ、ガイル戦を得意としている。あーもう腕を蹴られる。ヤガイル倒します。ヤガイル倒す、はい、大会でこれやばいっすね。おっとしかしスタブ食らっている。いやでも惜しかった、そばったですね、うん、はい、惜しかったです、ね、さあ破天荒さん来ましたね。龍対さっきトーモザさんを倒したんでもう勢いに乗ってます。今日の破天荒さんは一枠違う。そうですね、まあ、いやでもいいんじゃないですかね今のは全然。昇龍リバーサー出ている。そううまい、バッファハの真空が噛み合った。うまい、サーマーを釣ってでのアッパーハードからのアッパーハード、やばい、未来が見えている。なんだ未来が見えてるのか。しかし2ラウンド目はそうはいかないと、結構金子さんも硬いですね。硬いというか慎重ですね。さあいい具合に画面は押している。おお昇龍中ボス、中ボス。さあこれはもう下手にソニック打てないか。ガード左足、あしかしゼロロット。どうする、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 飛び、そこで昇龍拳なあ投げた、竜巻投げ、まさかの、まさかの落とすのかと思いきや先に投げたな破天荒龍。破天荒龍投げていく、まさかの熱い戦いだった。いやー素晴らしかったですね。素晴らしい、素晴らしいですね本当。いやさあじゃあね本日優勝は破天荒皇帝チーム、おめでとうございます。じゃあ写真をいただきたく思います。素晴らしいですね、素晴らしいです。意外とねスタートのもたつきに比べると盛り上がった感じですね。お疲れ様でした。
じゃあ、本日のランバットはこれで終了します。いやなんか、最後はやっぱ盛り上がってよかったですね。
さあちょっとすいません、なんかトラブル起きてしまったんで今日は配信終了させていただきます。すいません。